久々かな、ここに来るのが久々なんだ。そうですね、そうっすね。京都に来てくれたり面白かったね生配信も密着も。ここさ、いつものとこなんだけどさ、これブルーバックってやつだよね。ブルーがなんかいつも垂れ下がってるけど、僕あんま使ったことない。そうですね、ブルーバックはビズビズのオープニングの写真の時ぐらい、テリリッテリリッテリッテリッテっていう時の写真だけ。あとは、はい、部屋だけ使ったのはたらい落とした時です。ああ懐かしい、もうすごい最初の頃だよね。いつもこの部屋なんかブルーがあるけど、なんだろうと思ってたところで喋ってみてます。これじゃあ変えられるの？今変えられます。じゃあ海にでも行こうよ。ハワイがいいけどじゃなくてもいいよ。なんか海の南国的な気分。3、2、1、9。なった？今なってますアロハ。ハワイ行きたいな。すごいよね、でもね、こんなのね。まあ今南国な感じになってんだね。すごいよね。今ね、ハワイの夏の話にしようか、そっちをしたいんだけど、合成な話もちょっとしたくなってきてね透明人間っていうドラマをやったことがあるんですよ。香取慎吾初主演作なんじゃないかな。20歳ぐらいかな。見てました。マジで、はい、知ってる？知ってます、知ってます。あれってね、初日の撮影が中目黒を全裸で走り抜けるっていうあんまり中目知らないんだけど、これ線路、これ山手通り、駅のもう横のお店がこうある。ああ。メインな、あそこを裸で走る。それがもう1話のきっと走ってってジャンプしてうわーみたいな、それが撮影初日で、僕はどこかでスタンバイして、スタッフのみんながカメラとか準備して待っていると。でまだ皆さんに会ってないわけ、顔合わせてない状態で、前張りっていうの。前張りってここに映らないようにさ、なんで前だからか、前のバリはどこから来てるの、ガムテープバリバリ剥がすみたいな感じなのかな、を貼って。どういう歴史なんだろうね、前バリってね。自分で貼るのよ。自分以外ないだろうな。ガムテープと、その頃はもうほんと銭湯とかで使うような手ぬぐい、ハンドタオル、このぐらい。それを折りたたんだりしたり、こう切ったりした、このぐらいのサイズ、まあ、だから自分のここのサイズのと、ガムテープが用意 してあって、お願いしますみたいな、それを当ててガムテープで自分で貼るわけですよ。でも貼り方もいろいろあってさ、ついちゃったりしないの。でも剥がれたら大変だから、すごい自分任せだよねでも後ろから見たらガムテープが見切れたりしちゃダメなわけよ。いいとこにこう貼って、それ一枚にガウン、ほんとこんな生地の、たまたまこれのこんな生地のさ、ガウンを着て車で移動していって、でこっちから走るわけ、商店街みたいになってて、でこっちにカメラがこう撮ってるわけで、カメラの後ろにスタッフがいる。でまだ挨拶してない。だけどあれって許可取ってんだよね。まあ取ってんだろうけど、一発本番みたいな。で僕のところにいるのは一人のスタッフの人だけ、 AD さんって感じ、こういうインカムで、その人と二人きりで潜んで、はいはい、はい、分かりました、行きます、はい行きます、お願いしますみたいな感じで、瞬間でこれを脱ぐわけ、ガウンを。そしたらもう全裸ですよ裸にさ、前張りだけここだけついた状態で、中目黒裸足でガウンをその AD さんにふわっ、かっこよく投げ捨てて、 AD さんよーした走って行ってください走ってくださいみたいな、走るわけで、カメラの前あたりでなんかうひゃーってジャンプしてカメラを抜けたところでカット、オッケー、ガン待てて、隠して隠されて、皆さんおはようございます、3ヶ月よろしくお願いしますって挨拶した。それが透明人間の始まりの日で、透明になる話だからさ、合成があったわけですよ、今のこれみたいに。すごいよね。
今これ南国なんだっけ。南国ちょっと変えようか。じゃあちょっと難しそうな撮影の話だからさ、スタジオっぽい感じ、スタジオ、まあ内側でいいや。じゃあスタジオの中の撮影所、じゃあ南国から撮影3、2、1、9。おお、こんな感じをチョイスしたのかって今の僕には見えてないけど、そう、それで透明人間の撮影がどんどん始まっていくわけですよ。だけど今とは違うわけ、こんな風に3、2、1、9とか言って背景が変えられたりも、こんな技術もなかったんだと思う。まあブルーバックのこのぐらいもあったのか。でも透明人間って透明になっちゃう話だからすごかったよね。もうどうやったら透明になるかとか、その合成の技術で常にスタジオが揉めてた、大人たちが揉めてた。で僕は消えちゃう設定だから、こういう全身タイツ着てたの。ブルーの歯を磨くシーンがあって、歯ブラシ持って歯を磨くんだけど、歯ブラシだけが動いてるわけで、俺はもうここ全部こう、全部こうやって青で、歯ブラシ持って鏡の前で洗面所で磨く。そしたらこうやって持ってたら歯ブラシの絵のところが消えちゃうわけ、ブルーで持ってるから。あ、だからこう握らないでくださいってなって、こうやって持つようにした。そしたらちょっとでも持ってるとやっぱ消えちゃうの、あ青が被ると。だから歯ブラシの裏に針金とかをつけて、あその針金を持って全身タイツの僕がこうやってやってたの。そしたらスタッフの一人が、これって本人じゃなくてもいいんじゃないかで、俺もやりながら、これ俺じゃなくていいんじゃない、見えてないんですよ見えてないもうあるとしたら、その歯ブラシの動きに芝居、声は言うわけ、あれ消えてないとか、なんかでもじわ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 、本人じゃなくていいんじゃないそのぐらいどうやって撮ったらいいのか分かんない時代だったよ。よく喧嘩してたスタッフ間で、だから全身タイツのまま部屋のベッドのシーンとかで、ベッドに横になって休んでたら寝ちゃって揉めてるから、みんなどうやったら消えてどこで現れてなんだって寝ちゃって、目が覚めたらまだだからこの椅子の前を通ると消えるだろうみたいな話をしてて、そうだよね、だってきっと二十歳ぐらいなんじゃないかな、透明人間何年だって、二十歳ぐらいだとしたらもう25年ぐらい前ってことだよ。それってやっぱそうだよね、25年もあればこの VFX なんて言葉あったかな、言葉が怪しいよもはや、合成とは言ってたよね。1996年です、今から26年前。26年前、まあ、画期的ではあるけどさでもほんと最初のね数回だけだけど、全身タイツ僕が全部着てやったのは面白かった。ちなみにそのなんか全裸で走ったりとかっていう、なんかその恥ずかしいみたいなこととかなかったんですか。なかったね、前張りもね。だから透明人間が初めてではないんだよね。未成年っていうドラマの中でも前張りをしたりもしてたり、あともっと昔に時代劇とかで NHK でね時代劇をやってるんですよ。その時とかも前張りをしてた、したことがあって、だからもう14歳15歳ぐらいの頃から前張りをしてるんだって。未成年の時とかは結構前張りしてないシーンもあったな。なんかみんなでもういいんじゃないとか言って、未成年っていうドラマは緑山スタジオで撮ってて、緑山スタジオって24時で電源が落ちちゃうの、今はどうか分かんないけど。あ、そう、もう撮影終了ですって撮影しててもドーン、はい終了みたいな、強制的に。そうだから前張りをしなきゃいけないシーンだったのに、みんな若いし、もう時間ない時間ないっつって、もういいよいいよ行こうぜとか言って、こうやって押さえていって後ろ姿とかでしてないんだよ、もうほんとうわーとか言って撮ったこともあるな。合成 CGVFX 南国からスタジオで南国に戻そう。3、2、1、9。ハワイに行きたいね。ハワイ行ったことある？僕一回、仕事、いや親戚の結婚式で、うん、わあ、でもちっちゃい頃だったんで、ああ、じゃああんまりわからない、記憶ないんですよね。行ったことある？僕ないです行きたいです。行きたいね。ハワイ行ったら絶対やることとかあるんですか？もうね、
なかなかのエキスパートだから昔はいろいろした、今はね何もしない。あえて会えなくても昔はしたな、もう車とか運転してたよ、オープンカーとかでさ島をこうぐるぐる回っていろんなとこ行って、友達とか何人もで行くことが多いから、そのうちやっぱ一人とか初めてとか、はい、まああんまり来たことがない人とかがいると、はい、案内だよね、まあ、ここいいよっていう、そうそう、で連れてってあげたりとか、ああなるほど、ここおすすめ、そのみんなをがこう遊んでるのをもうクーラーの効いた部屋の中でこうビールを飲みながらにこやかに見る、まあでも好きだよね、本当に好き。最初に行ったのは小学生、仕事で連れてってもらって、それこそ明星の取材みたいな、アイドル誌ビーチでみんなでこうジャンプするみたいな。じゃあ香取さんも今一番行きたいところってハワイだったりしますか？この行けなくなって2年、そうですね、なんていうのかな、この海外に行けない何年間、いざ行けるってなったらどこに行く、どこだろうな、まずハワイでしょ、どこだろうなみたいな感じ。ハワイに行って考える、ハワイベースで、そうそう、ハワイに行ってどこに行くかを考えるみたいな、最高、行きたい行きたい、最高。